静かな街だな。でも暑い街よ。こんなところにも騎士がいる。少なくとも前来た時はあんな物騒な人たちはいなかったわね。それじゃうちは宝の手がかりを探すからここでバイバイなのじゃ。行っちゃうの？なんじゃ、もう少しいてほしいか。まあ楽しかったけど、パティちゃんにはパティちゃんの事情があるのよね。じゃ、では行くのじゃ。ああ、気をつけてな。とりあえず自由行動にしないか。賛成。何するにしてもちょっと休憩したい。じゃ、日が落ちたら宿屋の前で落ち合おうぜ。わかったわ。気使うのも大変やね。まあ、ちっとは考える時間も必要だろ。はっはっはっは、頑張れ、ワコードども。デートから離れたこんな町にまではるばる騎士団が来てるとはな。町の治安維持みたいな首相な理由だったらいいんだが、嫌な予感がするぜ。悪いな、こんなところまで付き合ってもらって。なんだよ、変な顔して。そんな風に謝られるなんてちょい気持ち悪いわ。
だっておっさん、ベリウスに書状を届ける用事があったんだろ。そうだけど、新月まで会えないってんならしょうがないって。ジョーちゃんの気ままに付き合うわよ。おいおい、気楽だな。いいのか、うろうろしてたら新月過ぎちまってドンに叱られるぜ。どうせ叱られ慣れてるし、待たされるんなら次の新月までだって待つわよ。新月は来月も来年も何度もあるんだから。気の長いお話で、本当にそれでいいのかよ。そうなのよ、それでいいわけないのが大人の世界なのよね。まったく。ま、適切な判断ができるのも大人ってわけよ。行かなきゃなんないって分かったら行くって。ま、もう少し一緒にいさせてよ。お好きにどうぞ。あら、どこ行くのかしら。いや、ちょっと散歩にな。そっちこそどこ行ってたんだ。これから行く砂漠ってどんなところか見てきたの。下見は必要だよな。で、どうだった。暑かったわ。そんなことは分かってんよ。でも思ったほどじゃなかったわ。いや、フェローはいたかってことなんだけど。そうね、いたらよかったんだけどね。ま、そんな簡単に見つかったら世話ないよな。なんだよ。もう一回自分の目で確かめてくる。いや、いい。もし行くんだったらみんなで行った方がいいだろ。あら、そう。ユーリよ、浮かない顔してるな。そんなに砂漠って危険なところなんでしょうか。リタがあんな真顔で冗談言うわけないだろう。そうですよね、皆さんを引っ張ってきておいてここまでなんて。みんなのことはどうでもいいんじゃねえの。だってしたいようにしてるだけだからな。でも肝心のお前はどうしたいんだ。私、それは自分が何者か知りたいって言ってただろ。そうですけど。エステルがブレイブベスペリアの雇い主だ。お前が行こうって言えば俺たちは行くし、代わりに行ってくれって言われれば俺たちがフェローを引っ張ってきてやる。ユーリ、私は焦って答え出してもしょうがねえな。Thank you.
んだ、まだいたんだな。なんじゃ、うちと別れるのが寂しくて探しに来たのか。お前の方が俺と離れがたくてこの辺りをうろうろしてるんじゃないのか。実はその通りなのじゃ。うちと結婚してくれ。お前が大人になったら考えてやるよ。お、来たな。あんた何。いや、こいつのちょっとした知り合い。うちの旦那なのじゃ。まあいいや。一応あんたが欲しがってたマリスステラの情報は手に入れたが。ありがたいのじゃ。その前にあんた、アイフリードの孫って話本当なのか。あ、聞いたんだよ、そういう噂を。本当なのか。本当なんだな。だとしたならお前にはこいつはやれない。ギルドの義に反した奴の孫と取引したと分かったらうちらの信用もないからな。アイフリードは、あんた自身はどうか知らんが、ギルドの世界で生きる俺たちにとってはアイフリードは最も許せない存在だ。そんな奴の身内だと自分で言って回るような奴と関わるのはごめんだ。金輪際俺たちの前に顔を出さないでくれ。今回の件を逆恨みしてうちのギルド員に何かするようなことがあったら黙っちゃいないぞ。ギルド、天地の穴蔵を単なる測量集団だと侮るなよ。そんなことしないのじゃ。どうだろうな。何しろ護衛と称しながら船を襲った卑怯者の血が流れてるんだ。何を考えてるんだか分かんないさ。あんたも旦那かなんか知らんが、あまり関わりにならない方がいいぜ。黙って聞いてるだけなのな。分からないのじゃ、じいちゃんのこと、事件のこと。本当なのか嘘なのか、悪人だったのかいい人だったのか。うちが分かってるのは、うちにとってじいちゃんがとても大切な人だったってことだけ。だから否定も肯定もできないのじゃ。自分がどういう人間なのかもよくわからないか。うちはうちじゃ、それは分かっとるのじゃ。だったら言い返せることもあったんじゃねえのか。いいのじゃ、じいちゃんのことであれこれ言われるのはもう慣れっこなのじゃ。うちはそんなつまらぬことは気にせず、気ままな宝探しを続けるのじゃ。そんな強がり言って、一人になった時こっそり泣くなよ。泣いてなんかいられないのじゃ。何しろうちのモットーは、辛くても泣かない、なのじゃ。まあ、なんでもいいけど。そうは言っても、宝探しの手がかりがない状態じゃどうにもなんないよな。何？ではある。じゃあ、うん、裏で武器を売ってるギルドだったなんて。それも遺跡から不正に横流ししてる。世の中裏表を作らないと生きてけない時もある。なんか悲しいね、そういうの。だったらカロルは正々堂々と生きればいい。ブレイブベスペリアは胸張って生きゃいいんだ。ね、とにかく今はフェローだよ。ああ、
砂漠に入ったらいよいよってとこか。ねえ、この依頼が終わったら一旦ダングレストに戻る？そうだな。とりあえずそういう話は仕事が終わってからな。鍵がなければ開かないだろ。分かってるわよ。本当に返しに行くつもりか？行くわよ。何か？いや、ノードポリカで見たでしょ、私の魔術の制御が効かなくなった。この中に入ってるクリアシエルってのがエアルに何らかの干渉してるんだわ。エアルに干渉だって？こんな小さな箱が一体どうして？それがわかんないから何とかしてこの箱開けたいんだけど。確かに用無限って町にその箱の鍵になるものがあるかもしれないな。もうエステルにお願いされたからとかそういう問題じゃない。それじゃあお前はあの日記に書かれてた用無限って町を探すのか？そうね、できればそうしたい。できれば？エステルをほっとくわけにはいかないのよ。ほっとけばいいだろう。ほっときたいわよ。でもできないの。今までだったらそうしてたのに、なんで？砂漠へ行くなんて本気じゃないわよね。報酬です。きっと高値で売れると思います。ここまでありがとうございます。え、何言ってるの。まだエステルの依頼は終わってないのに。みんなとはここでお別れです。お別れってあんたはどうすんのよ。一人で行く気か？フェローに会うのは私の個人的な願いですから。何言ってんの、危険だって。だからです。これ以上みんなを私のわがままに巻き込めません。義をもってことをなせ、不義には罰を。え、あ、僕たちの掟だね。どう考えてもエステル一人で砂漠の真ん真ん中に行かせるのは不義ね。俺、掟を破るほど度胸ねえぞ。なあ、カロル。うん。そういうことのようだけど。私、とても嬉しいです。でも、やっぱりダメ。待ちなさい、エステル。あんたらも何考えてんの？自然舐めてない？やばいからこそみんなで行かないとな。僕怖いけどエステルをほっとけないよ。あんた、なんとか言いなさいよ。ここでごねたら俺一人であの町戻んないとダメでしょ。それもめんどくさいのよね。まったく、あんたたちと来たらどうしても行くの？私考えたんです。みんな自分たちのやるべきことを探して
やりたいことのために頑張ってる。でも私はそんなこと考えてなかったかもって。私も自分の本当にやりたいこと、やるべきことを見つけなきゃって思ったんです。そのためにも自分で決めて、自分から始めたこの旅の目的を達したい。これはけじめでもあるんです。わかったわよ。入ろうじゃないの、砂漠中央部に。え？こんな頑固な連中、もう私には止めきれないわよ。リータ。リータこそついてくる必要ないだろう。エアルクレーネ調べるんじゃないのか。あんたたちみたいなバカほっとけるわけないでしょ。エアルクレーネは逃げないんだから、後でまた行くわよ。ただしこの町でちゃんと準備して万全で行くわよ。迷惑かけてごめんなさい。この旅の最初からこうなる予定だったろ。うん、ありがとうございます。俺、ジュディスは？話はまとまった？とっくに。どうするの？行きます、砂漠の中央部に。だと思って準備をお願いしておいたわ。宿屋で貸してくれるそうよ。この町から出る前に十分に休みを取った方がいいわね。おっさん、休んでばっかり。そうね、一緒に添い寝してくれる？フェローはどうするかしら。うわあ、ドキがする。おいおい、おっさん大丈夫かよ。いや、鐘の音聞くだけで興奮してもういかんのよ。な、そのジャラジャラやめて、カロル君。なんだよそれ、勝手にしてろ。それにしてもたまったね。こんだけあったらパーッと使うと気分良さそうだな。ダメだよ、まだまだダメるんだから。おっと、さすがは少年。将来ブレイブベスペリアのアジトを買うために貯金だな。え、そんなこと考えてなかったよ。ただお金が貯まっていくのって気持ちいいよね。知っているかい少年、そういうのを主戦度っていうのよ。男は酔い腰の金を持たないもんだ。全部パーッと使っちまおうぜ。おいおい、それはもっとダメよ。まったくバランス感覚悪いわね、おたくらは。じゃあおっさんはどうすんだよ。おっさんに投資してみな。ギルド直伝の秘術で10倍にも100倍にもしてだな。却下。
Thank you.
れるか。いらっしゃいませ。水と黄砂の町マンタイクへようこそ。この騎士何？ご宿泊ですか？ああ、砂漠へ行くんでその準備と少し休憩にな。ああ、砂漠に向かう準備をしてほしいというのはあなた方ですか。しかし危険なのは分かってる。そうですか。では立たれる前までに準備できるものをご用意しておきます。ご宿泊に400ガルドをいただきますがよろしいですか。ではゆっくりお休みください。なんか変な雰囲気よねこの町。やたらと騎士が目につくし。とにかく今夜は寝よう寝よう。でもさ、岸に入り口に立たれると落ち着かないよね。気になります。なるなる。まあ守ってくれるってんならいいんじゃない。さあみんな寝よう寝よう。世話になったな。どんな理由があるか存じませんが、やはり砂漠へ行くのはおやめになった方が。サンキュー。でもみんなで考えて出した結論だからな。そうですか。ではお約束のものを。水筒こんな小さいの？十分じゃない？そうね。砂漠に生えてるある種のサボテンは水を多分に含んでるから。そう、そこからこまめに水を補給すればこれでこと足りるの。よく知ってるわね。ありがとうございます。助かります。いえいえ、それらは差し上げますので遠慮なく使ってください。ここを出てすぐそこの分かれ道を右に曲がった突き当たりに湖があります。そこで水を汲んでいくといいでしょう。分かった。ところでさ、ここにいたあの騎士何？ずっと見張られてておっさん緊張しちゃったよ。
嘘ばっかり。あれは監視です。住民が外から来た方と勝手に話をしないように。どうしてそんなことを？理由は分かりませんが、失政官命令で私のような商売人以外は外出禁止なのです。なるほど。だから街中に住民の姿が見えないんだな。ここでも失政官が悪巧みしてるのかな。つい最近まで失政官なんていなかったのに、とうとうここに来て。そうなんです。ええ、最近ノードポリカで騎士団が動いているとか。ついに騎士団がベリウスの捕縛に乗り出したみたいですね。この町に帝国の執政官が赴任してきたのもその波紋みたいですね。騎士団がベリウスを捕まえるの？何でも闘技場のドゥーチェが神馬戦争の裏で糸を引いてたらしいですから。ベリウスが？この町ではそう言われてます。まあパレストラーレがある限り帝国は迂闊に手出しできないはずですがね。ご利用ありがとうございました。世話になったな。湖に水汲みに行くぞ。まだ砂漠の端っこにある町だってのに、こうも暑いと頭がクラクラするわ。若いもんがだらしないね。あれ、リタが反論しない。はずい、マジで暑いわ。暑さのせいで聞こえてなかったみたいですね。準備 OK だね。ですね。やだよ、離してよ。外出禁止令を破る悪い子は執政官様に叱っていただかないとな。やだ、僕たちお父さんとお母さんを探しに行くんだよ。執政官様とやらの代わりに俺が叱っといてやるよ。よそ者は口出しするな。許してあげてください。私が直接この子たちに代わって執政官に頭を下げます。おや、もしやこの方。失礼しました。もしかしてまずかったでしょうか。結果オーライだな。ありがとう、お兄ちゃん。お姉ちゃん。坊やたち、お名前は？僕はアリフ、妹はライラって言うんだ。お父さんとお母さん、どうしたのかしら。ね、執政官様の馬車に乗せられて砂漠に連れてかれちゃった。フェローの調査するんだって。フェローって？ああ、でもフェローの調査って何をする気よ。それに町の人を利用してってことだよね。ひどくない？ねえお兄ちゃん、お父さんたち探しに行かないの？やめなさい。あなたたちが砂漠に行っても死ぬだけよ。え？ジュディス。私たちが探すわ。だから砂漠に行ってはダメ。本当に？私嘘はつかないわ。いいでしょカロル。うん、いいよ。嫌にあっさりしてるわね。義をもってことをなせですよね。ありがとうお姉ちゃんたち。お礼にこれあげる。
ガラス玉？素敵な宝石だわ。仕事の報酬ですね。先払いしてもらった分きっちり働かないとな、カロル。そうだね。にしても帝国がフェローの調査か。どうしたんですユーリ。いや、ここの執政官は何を企んでるんだろうってな。フェローを探したりしてさ。ま、帝国としては姫様を狙う化け物は排除したいだろうけどな。でもあいつらエステルが狙われてることも気づいてないんじゃない？じゃあ何のためよ。私が知るわけないでしょ。外出禁止というのもわからないわね。とにかくまずはコゴール砂漠でしょ。ああ、この町のことを調べるにしても帰ってきてからだ。早くあの二人の親を助けてやんないと、この暑さでぶっ倒れちまうわよ。そうですね。で、砂漠の中央部はこの先抜ければいいんだっけ？そうね。おそらくあの子たちの両親が連れて行かれたのはそっちの方だと思うわ。わかった。行こうぜ。準備なしで放り出されたらたまんねえな。あのおっさんは準備なしでも平気そうよ。おっさん、暑くないのか？いやあ、暑いぞ。めちゃ暑い。まったく暑いぞ。うっとうしい。暑いって言われるたびに温度が上がっていく気がします。水の補給を忘れないようにしときゃ大丈夫よ。サボテンですね。でもあの子たちの両親は何も準備してないのよね。フェローも探さなきゃ。だけど、ええ、アルフとライラからの依頼を先にしていいかしら。え、でも私との依頼は終わったはずですから。エステル。よし、二人の両親を探そうぜ。今のフェローの？やっぱりフェローはこの砂漠にいたんだ。せかすなって。あの子供たちからの依頼が終わったら存分に相手してやるからさ。進めども進めども、見えるのは砂と青空のみよっと。レイブン、空が見えるなんて元気だね。僕もう砂しか見えなくなってきたよ。なんでおっさんのくせにそんなに元気なのよ。無駄話してると余計に疲れるぞ。誰か一人でも倒れたら連れて帰るだけでも一苦労だ。この状況下で背負って歩くなんて勘弁だからな。僕が倒れたらレイブンよろしく。残念、俺様の背中は女性専用よ。ああ、私は死んでも倒れないわ。私もご迷惑はかけません。もちろん私もね。わざわざ言わなくていいんじゃない？相手に不足はねえ。慎重に行きます。勝利の合図。はい。
けて気引き締めろよ。心で水補給しましょう。でもこれって、あ、いてた、バカっぽい、頭使いなさいよ。こいつの出番ってこった。水筒、水筒っと。次僕ね。まめな水分補給が必要ですね。ああ、日干しになりたくないしな。全員済んだら先に進むぞ。スプレッドゼロ
先を急ぐぞ。
たらたら歩くと余計疲れるぞ。なんでそんな元気なの？いるよな、人がバテてる時だけ元気なやつ。ぶっ飛ばしたい。無駄に動くなよ。そんな元気もないわ。ねえ、あれから声聞こえた？いいえ、全然。ところで、あんたこんな砂漠に何しに来てたの？ここの北の方にある山の中の町に住んでたの、私。友達だから時々砂漠の近くまで来てたのよ。砂漠に？それにしても何かを探す余裕はなさそうね、これは。まったくな、自分の命つなぐのに精一杯だ。早く何か手がかりを見つけなきゃ。はい。全部飲むんじゃねえぞ。ありがとうユリ。ちょっとこの辺で休憩にしない？まったくしょうがないね。あ、ついに一人壊れた。水、ちょっと気をつけて。砂に足を取られたら危ないですよ。なんだよ、まだ元気じゃねえか。おっさんも行くかい。みんなして力の出し惜しみしやがって。生き返った。本当、もうダメかと思った。おお、これからの未来を背負って立つ若者が情けないね。うっさい。このまま進むのも危険だよね。でもここで引き返したらあの子たち悲しむわね、きっと。とりあえず力の続く限り行くわよ。あわよくばフェローだって見つかるかもしれないですから。だな、水場も見つけたし、もうしばらくは捜索できるだろう。毒を食らわば皿までってことに。そっか、そうでね。そんなことよりカロル、ちゃんと水筒に水入れたか？はい、汲んどいたわ。はい、リタも。さすがジェニス。あ、ありがとう。他は平気だな。はい。んじゃ先へ行きますか。